プレミアリーグプレミアリーグ2017から20182017年2018年のスポーツ2017年2018年のサッカープレミアリーグ2017から 2018, 2018, の 2018, のから2018この項目では2017から2018年シーズンのプレミアリーグについて述べるプレミアリーグ2017から2018は第1シーズンが行われて以来 26回目のプレミアリーグである。マンチェスターシティが4シーズンぶり3回目のプレミアリーグ優勝を達成した。プレミアリーグに昇格チャンピオンシップに広格2017から2018年シーズンのプレミアリーグのクラブ数は前年同様の20。ニューカッスルユナイテッド、ブライトンホーブ・アルビオン、ハダースフィールドタウンがプレミアリーグに昇格。 フットボールリーグ、チャンピオンシップボーンマスエバートンリバプールマンチェスター、C マンチェスターユーバーンリーサウスアンプトンブライトン、ストークニューカッスルユナイテッドハダースフィールド、スウォンジーワトフォード WBA、レスターロンドンロンドンの、クラブアーセナルチェルシークリスタルパレストってナム、ウエストハムプレミアリーグ2017から2018の、クラブ所在地、アーセナルチェルシークリスタルパレストッテナムウエストハムプレミアリーグ2 0 1 7から2 0 1 8のクラブ所在地アーセナルチェルシークリスタルパレストッテナムウエストハム プレミアリーグ2017から2018のクラブ、所在地2017年8月12日に開幕し、2018年5月13日閉幕の全38節380試合で行われた。最終更新は2018年5月13日の試合終了時出展、プルミエリーグ順位の決定基準、1、勝ち点2、得出点差3、得点数。 1FA カップの優勝チームであるチェルシーがリーグ戦の結果によりそれぞれすでに得るグループステージの出場権を獲得しているためリーグ戦6位のチームに得るグループステージの出場権が与えられる。2カラバオカップの優勝チームであるマンチェスターシティがリーグ戦の結果によりすでに CEL グループステージの出場権を獲得しているためリーグ戦7位のチームに L 予選2回戦の出場権が与えられる。1から19節20から38節。最終更新。2018年5月13日失点。プルミエリーグ最終更新は2018年5月13日の試合終了時失点。プルミエリーグ1差10列のチームがホーム側。色、青イコールホームチームが勝ちキイコール引き分け赤、イコールアウェイチームが勝利。最終更新。 2018年5月13日出展、worldfootball.net ソーカーウェイ中期、全シーズンはチャンピオンシップ。ありがとうございます。